ノルウェーでオーロラを、もし死ぬと分かっていて、最後にやりたいことがあるとしたら何をするか？そんなことをテーマにした映画がある。例えば、映画死ぬまでにしたい10のこと2003、映画最高の人生の見つけ方2019、などがある。あなたはどうでしょうか？考えたら人はいつか必ず死んでしまいます。それなら、わざわざ死ぬまでに、やりたいことがあるとしたら何をするかなんて考えなくていい。生きている間に何をやりたいかに変更すればいい。そうすればやりたいことが分かってくる。まだ実際見たことはないけれど、ノルウェーでオーロラを見たいと思っている人もいるだろう。ちなみにノルウェーの旅行を計画してみました。忘れられない経験になるかもしれません。この自然現象を目撃するための参考になるかと思います。旅行の計画を立てるのに最適な時期は、すべてタイミングに左右されます。オーロラは自然に発生するものであり、見ることの保証はありません。でも誰にも素晴らしいオーロラ鑑賞の機会が与えられています。まずノルウェー北部の都市トロムソに飛び、宿泊施設、理想的には居心地の良いキャビン、ブティックホテル、またはオーロラの展望設備を備えたゲストハウスにチェックインすることです。最初の夜は街を探索し、郷土料理を楽しみ、北極圏の環境に慣れます。翌日、朝食を楽しんだ後はトロムソの探索で一日を過ごします。北極大聖堂、ポラリア、トロムソ氷のドームを訪れて北極圏を体験します。夕方には地元のガイドと一緒にオーロラツアーへ。オーロラを目撃する可能性を高めるために郊外の少ない地域に行くことになります。運が良ければ初日の夜にオーロラを目撃できるかもしれません。いつまでも忘れられない美しいディスプレイを写真に収めましょう。ちなみに暖かい服装を心がけるようにします。念のため犬ぞり、スノーモービル、トナカイそりなど、日中に北極圏のアクティビティに参加することを検討しておきます。ガイド付きツアーに参加することもできますし、より独立した体験をしたい場合はカメラを構えて街の明かりから離れた暗い場所に足を踏み入れることもできます。運悪く見ることができなくても、お土産の買い物や観光に時間を割いてください。そもそもオーロラを見るチャンスを最大限に高めるのに最適な時期は9月下旬から4月上旬です。12月や1月などの真冬は夜が最も長くなる傾向があり、鑑賞の機会が長くなります。ただ北極圏の天候は厳しい場合があるため、低温と変化する条件に備えてください。オーロラの予報を確認し、それに応じて旅行を計画してください。オーロラは自然現象であり、特定の日に見られる保証はないことを忘れないでください。スケジュールの柔軟性が息を呑むような光景を体験するチャンスを増やすことになります。